いい声で。うるま応援団。さあ、始まりました、うるま応援団でございます。はい、今日も1時間楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、このうるま応援団を担当します、私吉本沖縄芸人の花フラワー良次と和気さんとキャンマー部岩倉です。はい、お願いします。はい、こんな3人でね、お送りしていきたいと思います。今日はなんかポッポが来ないですね。そうですね、連絡もないんですよね。なんか連絡、大丈夫かな、なんかあったんですかね。確かに、連絡ないのはちょっと心配ですね。ちょっと心配になるよな。心配になりますね。どうする、誰か電話してみるか、ポッポに。一応寝てるとかだったらかわいそうですよね。一応な、来たいのに。来たいのに本当は来たいっていう気持ちがあるけど取れなかったら。ああ、どういうこと。現実を教えてしまうことがかわいそうってこと。もう始まってるよっていう。いや、来たいのに来れないってかわいそうだなって。寝てたら起こしてあげようかな。寝てたら難しいな。難しいね。なんだ、電話しましょうか。こんばんは、今日は和久井くんいますかって。じゃあ、オリジナルメンバー、オリジナルメンバーですね。オリジナルメンバーじゃないですよ。今日はオリジナルメンバー。和久井くん。これ、ね、ちゃんと経緯があるんですよ。和久井くん。ないこのマリエ・ジャスミン、マリエ・ジャスミンさん名前変わってんだ。いつもね、あの連絡でコメントくれるマリエ・ジャスミンさんが、マリエ・サンピンさんになってますね。マリエ・サンピンさん。マリエ・サンピン。サンピン。サンピン。サンピンちゃんのサンピン。うん。びっくりしました。いやいや、マリエ・サンピンさん。マリエ・サンピーさんだったらな。今ってこと。今、現在ってこと。中ってこと。和久井さん、なんだ、和久井さん、まあ、だからこのラジオ始まる前に今日病院行ってきましたっていうのを皆さんに伝えたじゃないですか、うん、はい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 。あの、なんでかって言ったら腎臓を5年前ぐらいに1回手術して、うん、あの、だから5年ぐらい通ってるんですけど、うん、病院にね。病院に。はい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 、はい。その担当の先生、5年ぐらいの付き合いになるんですけど、うん、今日3回連続で、和久井さん。ああ、なるほどね。和久井さん。あれ、おかしいな。和久井さんみたいになったんですけど。この待合室で呼んでんだ、はい、和久井さんを。和久井さんを、うん。で、和久井さんじゃないじゃないですか。うん、で、和久井さんだもんな。普通に、ぼーっとしてたんですよ、うん。和久井さんずっと呼ばれてるなと思って。うん、あ、違った、和久井たくさんってなって。この時も突っ込まなかったってこと。突っ込めないでしょ、病院なんだから。そうね、和久井さんは突っ込まないからな。突っ込まないを徹底してるからな。突っ込まないを徹底してるんじゃない。プライベートでも徹底してるから。それもただのただの何。いやいや、徹底できる。お前、まあ確かに反応するかもしれないですね。ちょっと何かを徹底するっていうのはやっぱ難しいというか、やっぱなかなかね、うん、確かに継続は難しい。継続は、でも継続は力なりだから、突っ込まないことを継続した何かの力に変わるんだよ、お前は。どこに向かってるんですか。じゃあ衰えていく可能性はないんですよ。そうな、脳を使わないからな。使わないもうな、まあ、カロリーは消費しなくなっていく体になりますよ。そうだな。どうするお前。どうする。え、それでなんですかね、うん、体重増加求まらないんですよ。ああ、体重ね。はい。もうそのカロリーを使わないから、ブク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 。どういうことです。いけます、良次さん。カロリーを使わないから。いや、だからお笑いのカロリーをね、突っ込むっていうさ、やっぱ瞬発力でカロリーを消費するんだよね、やっぱな。そうそうそう。お笑いカロリーをな。はい、はい。うん。だからお笑い脂肪が、お笑い中性脂肪がやっぱどんどん溜まってって、今体重に繋がってんだ。一緒にしてる。何キロなの今じゃ。今73キロ。73キロ ?73 キロです。ああ、標準だ。標準なんですか。標準じゃない。え、体重何キロ。俺も75ぐらいだな。あ、75あるんだ。お前なんかこれ。あるんだ。あるんだ。あるんだってなんだば。なんて言えば俺。あ、どうも、リュウタが見てますね、アリンクリの。ポッポはいないんですよ。今日なんか、急に。今急に連絡来ましたね、今日来れないわって。あ。事後報告。
始まってから事後報告できます。これはどうなんですか。これですか。首です。首、首厳しい厳しいですポポ勝手に入れられて勝手に入れられて勝手に首にされそうですね。ポッパー、来週じゃあちょっとね、なんか、はい、なんかやってもらうか。遅刻というかこの連絡なかったことに対して謝罪の意を込めて。そうですね、うん、岩倉が持ってきたコーナーをやってもらう。あ、いいですか。なんか罰ゲームだから。これ俺の罰ゲームなってですかいつの間にか。お前の罰ゲームのコーナーなって持ってきたコーナー企画はもう罰ゲームとして使う。まあまあでもコーナーをやっていただけるのは本当ありがたいんで、うんうん、じゃあもう2人でちょっとやっていいですか、コーナー。そうな、2人で。あ、なるほど。岩倉とポッポさんで、ポッポでやって、俺とワウケはもう突っ込まずに見とく。突っ込まずに見てます。うん、突っ込まずに見とく。わかりました、うん。ワウケのな、あのこの許容範囲に入ってたら突っ込まなくなっちまうっていう能力があるから。すごいですね。そう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 。そうですね。なあ、そういうことだよな。そうそうそうです。そうなんだ。ワールドに入ったら。そうなんだ。そうなんす。そうなんす。そうなんす。さあ、いまだに突っ込まないワウケでございますけども、皆さんこんばんは。そうなんです、今日ポッポがいないんですよね。新レギュラーのポッポが。みんなやっぱポッポポッポしてるな。いや、すごいですね。もう求められてますな。ポッポを求める声が多いですね。あー、どうもどうも。リュウジペンキ屋 YouTuber リュウジペンキ屋で YouTube やってください。いや、兄ちゃんとやってるからさ、 YouTube とかやできないのよ。ペンキ屋叱られる。俺しょっちゅう怒られてるからさ、そんなあげれないでしょどんな感じで怒られるんです。うん、なんかあの結構本気で怒られるんですか。いや、軽くよ。軽く軽くね、軽く。え、そこ塗らんとか。ああ、そう、変なとこ塗ったりするか俺なんか常にバタバタしてるから俺。なんかバタバタしてる。なんか知らんけどバタバタして。ペンキ垂らすなとかなんて言うんですか。うん、あ、ごめんっていうそんな YouTube 誰も見たくないだろこんなの叱られてる日常を。岩倉斎藤はおかしいよなって、ポッポが。あ、ポッポ龍太が。そうですね、斎藤ね。だから岩倉の相方斎藤がちょっとおかしいって話をね、ちょこちょここっちでもやってるけど、それを呼びたいんだよな、斎藤をな。なんか、うん、小座でラジオやった時にちょっと、うん、誘ったんですけど。あ、その話した。先輩が呼びたい、やっとてるって言ってるけど、やっぱりなんか、うん、行くとは断言してもらえなかったですね。あー、そっか、まあまあ、しっかりとはっきりした答えはもらえなかったんだ。そうです。うやむやに、うやむやにされて。なんて言ってたのこの時、はい、なんて言ってた。いや、俺がもう先輩が呼んでる。お金も払うって言ってよ、うん、そうそうそう、俺とポッポがもうギャラを払うから。マジですか。好待遇じゃないですか。もうだからそれでもあれなかなか来ないから、あいつはレアだから。あの本当に一回金額見ていいって言ってましたよ提示金額あ、そうだよね、やっぱな。やっぱそう、結局そうだよな。まあ、人を呼ぶってことはそれなりの、うん、そうだって俺らお金払うって言ってな、おた2人が100円ずつあげたらそれはなあってなるもんな、向こうの。なんかあいつにとって赤字なんですねもらえたらもうプラスだもんな、本来な。プラスだと思います。ガソリン代とかあいつなりの天秤があるのかもしれない。なるほどね。あ、2000円ずつとかじゃないもん4000円もらえ、死に高いめちゃめちゃ俺行きたいです。そんなあ、もうお小遣いだよな、もうちゃんとな。 そんなさ、斎藤とネルガルのトークライブ40円でも行かないよなライブチケット40円でも、キャンマーブ斎藤とネルガルの。それは誰が言ってるんですか。これはリュウタが言ってますねそれなりの経緯。ネルガルとばっちり受けてますね。ネルガルもな、なんか後輩何期生か。ネルガルって11期生ぐらいだもん。11期生ですね。11期生のピン芸人ネルガルっていうな、はい、人がいるんだよな。どういうやつかも全くわからん。もう絡んだことがない。絡んだことはなんかあるけど、はい、そんななんかまだ素性はわからないな。あ、斎藤の素性もわからないけどな斎藤こんなに話しててまだ素性知らない。わからん。まあ、トークライブ40円でも行かないよなって。まあでもやるんだったら俺とポッポがまた2000円ずつ払
払うからトークライブやるんだったらね。なんでそんなに見たいんですか。2000円ずつ払うけど別に見に行かないよ。やるんだっていうことで。それはもう見に行ってあげてください。お金だけあげて。お祝い金ですか。お祝い金おめでとう。でも斎藤はトークに自信ありますからね。そうな、まあ、だって話術で笑いを取りたいタイプだもんな、あいつはな。どっちかってセンスでいきたいって自本人も言ってますから。麒麟川島さんとか、はいはい、多分あそこら辺のイメージができてるんだろうな、自分の中のな、はい。マジか、うん、マジかっていうのはお前寝るから10期生だと思う。ああそうなんだ、10期生か。リョウジさんの声があれば十分です。ごめんだけどワウケの声で始まると低音が足りないと思ってしまう。ああなんかね、そうだそうだ、先週なんか言ってたな。何が、なんすか。ポッポッなんて言ったの。なんすか、なんすか、何が、なんすか、なんすか、なんすか、なんかポッポが、はい、お前とポッポでなんかこのラジオやってる時に、はい、お前が始めると始めるでしょ。そうですね。その時にこれウルマ応援団って最初言うさ俺が。はい、言います言います。それをお前がやらないっ ってなんならあれあやそんなのやってますみたいな。違います、本当にあの時久々 すぎて、うん、俺もバタバタしちゃったんですよここで、うん、で一回マイク上げたけど何も喋らないで一回マイク下下げて、なんで戻してきたお前。でそのまま BGM かけてツタンタンタタンタンタンって始まって、はい始まりましたっていうのをやってしまったんです。いたずらじゃないですか。いたずら、放送室に入った時にいたずらで、いたずらしたわお前。なんなおい、やめろ、アクセルホッパーさんいただろ、しかも最初よ。スタッ、ポンポン、スポッポンっつって、お前。アクセルホッパーさんの曲、ならないよ、最初に。お前、勝手にアクセルホッパーさん鳴らしてたろ。流してやめてよ、入ってないから、いつも使ってる CD ちゃんと流してますから。ああ。てか、それがないから、あいつは、なんかもう、最初何も見てないと周りを。あ、そうそうそう、ま、そうそうそうじゃない、周りがそうそうそうじゃないよ。そうだったんです本当に。見てないわお前周り。いや本当にだからあの時バタバタしてた。俺の最初のその入りとか何も見てないやつだって。見てます見てます。ルーさんのはい見てたんですけど、うん、いざ自分に確かにな、はい、順番真似しれって言われたらな、はい、すぐ真似できないんですよ。いやでもそれはもう涌井さんなりのな、なんかそういうのやってほしかったよ。涌井さんなりの本当になんかミキサーの使い方、ミキサーのな、そんなポンポンスポポンせずに。ポンポンスポポンはやってないんですか。なんかやってて、涌井さんはポンポンスポポンやってないんですか。涌井さんホッパーでしょ。涌井さんホッパーじゃない、これ悪いな。いやおおお、今年最後のツッコミじゃないか、もう今の最初で最後、最初で最後が語呂悪いなで締めくくり締めくくりです。もうちょいやった方がいいね、後味悪くない、語呂悪いな、でも悪くちょっともう最後とか言われてるから、語呂悪いなっていう言葉のもうバッジを作ります。もうお前の最後の語呂悪いな、いやないつけないし、そしたらお前がつける、お前が、いやもらってもつけないし、それ。今リュータさんの近くにいますってネルガルから LINE 来たことある。え、めちゃくちゃ怖いな。何、どういうこと、落ちじゃないですか、落ち。今リュータさんの近くにいますって、次リュータさん多分ページめくっても出てこないですよ。もうこれでもやられてんだ、もう落ちですよ、落ち。怖いな今リュウタさんの近くに、なんなのあいつマジで怖っ。10期生ネルガル、あネルガルも北中城出身なんだ。いや地元が一緒でもよ。なんなんそれ、え、まあね、ああサイトを受けるような、あなるほどね、だからあれってことですよね、見てますよ、メリーさんみたいなことでした、ね、あー確かに、リュウタさんの後ろにいるんでしょ最後は、だから。でもあれってやっぱり準備する時間ちょっとあるじゃないですか。いやまあまあまあ、あの電話でってこと、はい、うん、徐々に近づいてきたりとか、うん、もう用意も何もできないから、一方的にないんでポンってくるっていうのはめちゃくちゃ怖いし、多分めっちゃ怖いっす、ね、でも現代のメリーさんってそうなのかもしれんな。あーですね、なあ LINE で来るとかな、なんか今日目覚ましテレビでしたんですけど、うん、メリーさん、あ出てた、あ見てた。この今時の LINE のもうボイ、文字打つんじゃなくてボイスでやるみたいです。あーなるほどね、ずっとだからボイスだけがやり取りされるんで、うんうんうん、あーそうなんだ、ボイスって消えるの、あれって聞けなくなったりするのか、ずっと一応聞けるのか、ずっと聞ける、ずっと聞ける、
え、もう文字打つことすらないんだ。もうそれすらめんどくさいらしくて、どうなれば人って過去のだから見返すとき大変です。大変だよな。確かに。あれ生打ち合わせいつだっけみたいなときとか今の LINE って死に便利なの分かる。検索のやつですね。検索できるさ、はい、確かに過去の言葉、はい、なあ、だからそういうのもできなくなるってことでしょ。いやちょっと怖いな。やってる人いるのかな。若いやつらなんか今日目覚ましテレビでみんなやってましたね。若いやつらは、若いやつら、やる。いや、やったことないっすね。やったことない。ボイスは。ボイスやったことないっすね。LINE はやったことある？ LINE は入ってます。あ、入ってる、はい、あ、そうなんだ。はい。LINE やったことあるよとかはないんだ。かろうじて。わけカカオトークしてますよ。なぁ、いまだに。いまだに。お前、いまだにカカオトークしてんの？あれ、カカオトークからコピペして、うん、りょうじさんに送ってます。あれな。何か通すの休みますみたいな。なんだば、お前。俺がグノシー見てるのと一緒ぐらいだよ、お前。いまだに見てるか、グノシー。グノシー面白いよな。グノシー見てるの、りょうじさんだけしかいないんですよ。いや、グノシーは面白いよ。グノシーとチャイルドプレイ。チャイルドプレイも面白いですから。りょうじさんの二大特権ですか。見てるな、マジで。チャイルドプレイは面白いか。あのさ、はい、お笑いバイアスロンの、はい、あの、敗者復活のさ、動画投票みたいなのあったさ、はいはい、動画投票でさ、いとこから連絡が来てから、この動画投票で花フラワーに投票しましたっつって投票して、そしたら日本代表のバスケットのさ観覧チケットがペアで当たったっつって。あのチームでよくやってる。そう花フラワーに投票してよかったっつって、実質優勝だなと思ってさ。いやそれ優勝ですね。優勝じゃん。すごいっすね。確かに紙吹雪パンしてもいいよな。結構な確率じゃないですか。あれどのぐらいの確率なのかな。あ、何名に当たるとかありますもんね。うん、そうそうそう。でもそんな少ないでしょ。多くはないでしょあれって。でも大腕とかの、うん、なんか瞬時にある投票でも、うん、結構あるじゃないですか。うんうんうん。何百何千ぐらいは。あ、そうだね、うん、だからそれぐらいはもう期間があるからあるんじゃないです。相当な人数の中から一応選ばれてはいるんだよな、はい。だから、ね、花フラワーに投票してこれ当たったってことはもうだから俺も初恋さんと一緒ってことでしょ。俺らも、俺らはいとこがとかじゃなくて、いやいとこが初恋さんと一緒はおかしい。いとこが優勝は違うでしょ。確率の話。そうそう、確率の話で、うん、もうあんな何千面だから、うん、パーンっていったわけですから。いとこが相当なシードだよね。 M1 ぐらいじゃん、ね、だったこの人数の割合だった。確かにそうなあ、何千組な、そうだよな。なんか数字がさ、パルって少なくなっていて、パンって1ってなって、あれかっこいいっすね。そう、俺たちいとこがポンって映ると思うんですよ。優勝ってすごいな。今日行ったのか、あ、今日行ったんすかね。しかも死に近い距離のチケットだったらしいわけよ。あ、もう見たんすか。見たんだはずな。それか番号見たのか、なんか超近かったっつって、それもそれでありがとうっつって連絡来た。すごっ。めちゃくちゃすごいな。でもちょっと、まあ、自分の勝手なあれなんですけど、本当に当たるんだって今聞いて思いましたね、うん、ああちょっとまあ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 、わかります。わかる。まあ、つるつるというかね、はい、自分がまずそんなの当たったことないんで、ちっちゃい頃から。マジ？なんかジャンプとかでよくあったじゃないですか。うん、あったあったあった。あんなのからちっちゃいなんかマグカップとかまで、うん、全部当たったことないんですよ。マジ？あります？ある。ワッターアマチュアゴアって番組あるさ。はいはい。うん、あれのなんか当選したことある。いや、いらないでしょ。いやいやいや、いらないでしょ。おかしいだ。それいらないでしょ。その言葉がいらないの。めちゃくちゃ失礼。当たったことないでしょって言って、いや当たったことあるってなって。お前、津波真一さん来るぞここに。津波さんが、津波さんと玉井ひなみさん来るぞお前ここに。電波の玉井ひなみさんはうるま市だからな。やばいよ電波。いいことに、すいません、ちょっと調子乗っちゃいました。お前な、ちなみに次の終わったアマチュア側でお前言われるよお前。いや、ジャンマー部の岩倉がね、成功岩倉びっくりします、みんな。なんか誰ってなるもんだ。誰ってなるもんだ。あれ、あれなんだ、あ、なんだっけ、あれ、あ、カロリーメイト。カロリーメイトの、はい、
なんか新しい味が出たっつって、それのなんかもう何個かパックセットで、当時のカロリーメイトって今で言ったらもう今の2個分ぐらいじゃないですか値段。どういうこと？2個分カロリーメイトの値段、うん、当時200円じゃないば、当時今もう2倍ぐらいになってるんじゃないですか。え、そんな物価上昇して、え、そんな上がってる？お前さ、わかりな、難しい難しい。ちなみに何味だったんですか、この新しいやつは。あ、気になります、ね、何だったかな、なんか爽やかな味だった。ミントとか、ミントではない、ミントではないけど、なんかあれなんていうかな、バニラ、バニラなんだったかな。でも最近なんか甘い見たらデージ増えてますね。めちゃくちゃ種類いっぱいあるよ。あ、そうなんすか。めちゃくちゃある。種類メープルまでだ、お前。そうそうそう、メープルまでしか知らない。いや、メープルデージあるぜ。あるよ。あ、そうなんだ。うん、チョコ、チーズ、メープル、はい、で、さっき言ったバニラ、この、そう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 、マスカットもなかったですよ、マチャゴの味。マスカット、マスカットもあんの？多分あったと思います。え、調べて、今。あ、すみません、俺、速度制限かかってます。自分、やりましょうか。やばいさ、お前もう、もうポンコツが過ぎてるさ。違う違う、マジで明日まで食べないといけない、うん、そうだな、俺もだわよくインスタライブできますね、それで。そう、だからヒッチクルクルすんのかな、俺のインスタライブM1 の準備してますかって。いや、 M1 の準備してますよ、ちゃんと。はい、グレキンとあのどういうネタするかとか、はい、そういう話もちゃんとしてますね。どうだった？電波がちょっと圏外ですね。嘘だろなんで圏外だわここ山小屋とかじゃないよ山小屋、FM 山小屋じゃないよFM 山小屋、初めて聞きました嘘でしょ。また東京来てね。ああ、2回戦ね。1回戦は多分受かるとは思うんすけど、受かりたいっすね。そっか、2回戦はもう東京なんで、東京か大阪、一応悩んでますね、マジで。前回東京でね、2回戦受けたんで、今回か大阪もいいなーっていう話はしてますね。ああ、うん、だからどうなるか一応わからないっすけど、だからあのね、 M1 の1、2、3位の動画には一応乗りたいね。トップ3の、トップ3、はいはい、去年乗ったんで、あれに3位で、だから今回も乗りたいですね。キャマブもな、お願いします、な、お願いします、お願いします。なんだ、連れていくか、俺らがそういうシステムじゃない。さっき仕事触れるっていやまあ裏でなんかなんか大口叩いてたけど、そんなお前らに仕事あげるやつってそんな俺ももらってないからね。仕事触れ、キャッチあげるよ言うなお前8期生で振ってお前キャッチ8期生で回していいよって。ちょっとずつちょっとずつなんか もらえて、なんか喜んでんだから今俺も。あの、カロリーメイトのやついいですか。あ、いいよ、はい、カロリーメイトの何出ました。あ、この味出た、いきますよ。はい、チョコ味、チョコ味、チーズ味、チーズ、メープル味、メープル来た、バニラ4つ、少ないやつです。少な、全部出てましたね。少な、マスカットはあのメープルか緑色だったか俺が間違えました。マスカットって絶対緑色じゃないの。マジで何マスカットって、なんか緑の文字書かれてるんですよ。ああ、スケベーや順に、スケベーや順に現場の人いるさ、スケベーや順に40代のやな、スケベーや順にや大阪もいいですよって、カシスは大阪好きですよねって。ああ、そうね、マスカットないじゃないですか糸村さんこんばんは。あ、こんにちは。全然味出てないじゃん。キハルさんですかね、希望の木に貼るキハルです。カロリー、そうです、カロリーメイトの話してて、今よっ、あれでももっとあったんじゃん、カロリーメイト。こんな景色出ないですね、ほんと。じゃあ歴史って調べた歴代とか、歴代で、歴代、うん、歴代のカロリーメイト味、うん、県外ながらも頑張ってちょうだい一回。あ、木春さん、あ、どうもどうも、よろしくお願いします。花フラワーです。カロリーメイト、でもチョコ味が好きなんだよな俺。あー、ダントツで、チョコ味がやっぱりすぐ売り切れになりますよね、うん、どうだった。プレーンがありました。プレーンって何ですかね。何、無味ってことかな無味なわけないじゃないですか、プレーンって。プレーンって何ですかね。プレーンって何がありました。まあ、味
ノーマル英語のやつ。なんだろうな、もうあれかな、キットかな、あのカロリーメイト作れるキット、あれがプレーンみたいな、もらえるんですか、ね、そのままみたいな、もうなんかすごいっすね、それもらえたら。そういうことなのか。いや俺はもうバニラだ、バニラもらったんだ。じゃあバニラ、バニラもらいましたね。マチアガー、ワッカマチアガーの検証で、はい。あー、どうもどうも、キハルくん、キハルさん、はい、知り合いの凄腕絵描きさんの息子さんですね、はい、はい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 。カロリーメイトはチーズかな、メープルも美味しそうですね。メープルも美味しいですよね、うん、メープルが好きですね。なんか最近ビタミン数マッチにハマってしまいましてね。あ、美味しいですよね、ビタミン数マッチって。ビタミンマッチ、マッチ普通の、あ、黄色いやつです。黄色いやつ、あー、あれうまいっすね。あれ美味しいよな、うん、最近ハマってるんだよな、ビタミン数マッチ。あれ置いてる自販機少なくないですか。お、少ないのよ。あっち、あれでしょ、テニスコートがある近くとかにしかないよね。あれ確かにそうです、運動できるような、テニスコートの近くなんで。だからマッチが欲しかったらテニスコート調べた方がいいかもしれないな。あっちにもありますよ、名宝。名宝、あの、パチンコ屋です。パチンコ屋、あの、浦添のところにもありますし、うん、あの、合わせのところにもあります。浦添のパチンコ屋です。あ、パチンコ合わせのパチンコ屋。パチンコ屋に何なの、もうマッチが、マッチだけの自販機。マッチだけで、めっちゃ攻めてるじゃん。マッチだけの自販機があるんだ。マッチの自販機にカロリーメイトとかもあるじゃん。あ、ありますな。いや、あれだよ、スポーツ系だよな。そうです。あー、ハーハーするのかな。ハーハーする、あの、このもう、もうパチンコでスポーツと同じスポーツでしょ、もうパチンコは。まあでも確かに言われてみれば、なそういう筋肉痛とかもしますからね。しないだろ。いや、本当にハンドルします。ハンドル握りすぎて、うん、ありますよ。な、なんなの、力めっちゃ入るんですよ。力検証炎になります、あれ。本当です、これは本当です。パチンコあるあるです。店員が逆にこう回してるから、それにこうガッて言う。なんでですか、なんで負荷かかってるんですか。負荷かけられてるんでしょ。いやいや、なんで打たしたくないんですよ。右打ちさせない。ネージ当たってるさ。私はバニラ派です。チーズしか勝たん。バニラも美味しそう。あー、バニラね、美味しかったっすよ。一応バニラは、バニラは食べたくない。バニラは食べやすいね、美味しい。りょうじさんは何キロですか。急に80キロです。173の80キロ。もっとでかく見えますね。誰、俺、はい、俺な、どっちも、どっちも身長なんかもっとでかく見えました。あ、から、あ、太さも大きいってこと、はい、あー、身長173、でも175以上に見えますね。おー、いいね。でもそれ嬉しいな、男としてな。あー、うん、なんかな。え、身長何、いくつ。お前たち2人一緒でしょ、多分。同じです。ぴったりでしょ。アイスクライマーです。双子のあれで、アイスクライマーな、はい、大乱闘スマッシュブラザーズ出てくるやつだ。ちょっと青は譲れないんですけど、ハンマー持ってるやつ。リーダーは譲れない。ピンク死んでも青生きてるんだね。リーダーが後ろにいるやつだろ。なあ、弟分やしょ。ウコンサコンみたいなことでしょ、だから。いい感じですね。炭水化物とか炭酸が好きなら体重はどうな。あ、炭酸はでも好きっすね。なんか現場やるようなってか炭酸好きになったな。さ、炭酸飲む。びっくりした。炭酸って。炭酸。俺が指さすたんびにさ、ちょっとさ眉毛ピクってさせるのやめて。だからもうアクリル板があるとはいえ、うん、これが突き破らないとは言い切れないぐらいの速さで。いやいや、そんなさデスビームみたいな感じしないの俺別に。りょうじさんの指飛ぶしがんじゃないから。いや大丈夫よ。大丈夫。怖いんだよ。特に何もお前にダメージは食らわない。俺が指さしたこと。一撃では一撃とかないっすね。一撃とかではない。何もない。俺の指を指先から安心してくれ。確か現場危ない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 。画面の向こう側に危ない。あれだな、先端恐怖症の人とかもいるからな。気をつけて、気をつけてください。これはもう脅しの指じゃないってことですよ。そう、シャンクスみたいなことや。脅しの指じゃないってこと。見ました。シャンクス脅しの指って言ってないですよ。指食われるんでしょ。指食われないです。指が指がシャンクス指がルフィあんな大騒ぎしないですよ。安いもんだ。指の一本ぐらい霞みますね。ちょっと
腕だから泣いちゃつけど腕だから泣いちゃつけどな指の一本はな、まあ結構なあれだけどダメージではあるけどね。ダメージですけど、だけど漫画としてはちょっと一本小田さんもなちょっと冷めるんじゃないですか。途中でなんか無理やり腕に生かすかもしれんなもうなさって指じゃない腕だ。そうね、炭水化物、あ、コーラとか飲むんですかって。やっぱ汗かく仕事したらコーラ飲むよな。そうですね、コーラ派やっぱ。俺ペプシですね。ペプシか、やっぱコーラでしょ。だからえコカコーラじゃなくて一応コーラ飲むんでしょ。だからコーラです、ね、普段やっぱコーラね。やっぱコーラですよ。あ、いや、これ炭酸で今コーラ飲むのかってことですよね。そう。何飲みますジョイさん。ファンタ。いや、もうマッチじゃないですか。ファンタ。マッチにハマってるけど、あの、なかなかないのよ。やっぱマッチが。ああ、確かに。そうそうそう。現場にの近くの自販機、やっぱテニスコートの近くの現場って少ないから。沖縄がまずテニスコート少ないですテニスコートの近くにしかマッチのあれはないからね。だからあのファンタですね。コーラあんま飲まないですね。あの斎藤がめちゃめちゃビール好きなんですよ。あ、珍しい、うん、そうなんだ。珍しいではないか一人であののれんが行くぐらいなんで。あ、相当だな国際通りののれん街ね。で俺昔からなんかちょっとあれ酒好きなやつが、うん、なんか島とかも水やすさってやついるじゃないですか。ああ、いるな、うん、島水やすさもみたいな。ずっと疑ってるんですよ、未だに、うん、絶対そんなことないと思う、まあ、どういうあれで言ってんのかな、この思いというか。このノリを逃がしたくないんですよ。この絶対突き止めたいと言いますか。水やすさって言ってる人はなんか酔わないって言ってんのかな、それともずっと飲める、ずっと飲めるってことなのかな。ずっと飲めるっていうことを水やすさっていう人なのか。あ、水もずっと飲めんやし。あ、確かに言っても、確かにそうですね、限界が来るやし水って。どっちかって酔わないじゃないですか。じゃあ酔わないやすさってことなのかな、イコール。どっちかっていうと本当かってなりは一応な。嘘じゃないですか。嘘だよな、あんな声でかいくせに。酔わないやすさ水やすさって言ってる時点でもう酔ってるもんなこいつな。それが酔った証拠ですか、ね、そうだな、その発言をした時点でもう始まってんだよこいつの。ななんかオプションつけたら言うやつもいるんです、うん、キュウリ入れたらずっと飲めるとか、足場に、あ、なんか割ったらコーヒーとか。カッパだろ。あ、カッパだ。カッパと飲んでるだろお前。キュウリで割るの分かりません、ね、年配の人が。え、何それ。なんかキュウリ入れたら臭みが消えるのか。シマに。はい。あるみたいですよ。分からん。コーヒーとかはよくある。コーヒーはね、よく見るよね、うんうん、あんなのもう嘘。まあ俺があんまり、うん、好きじゃないってあるかもしれないですけど、うんうんうん、なんか嘘だなっていう。斎藤もビール、うん、もうキュウリでいくのか。キュウリで行くわけない。ではないか。じゃあね、それはカッパでしょ。カッパだ。カッパだ。疲れた時に、うん、絶対ビール飲みたいって言うんですよ。ああ。さっき言った現場仕事とか動いたりとかしたら。うんうんうん、うん。俺は絶対ファンタグレープだろって言うんですけど。そうだよな、やっぱな。コーラじゃないんだお前。斎藤しかも現場仕事じゃないさ。だからや。バイト。なんか走る、一人で走るらしいんですけど。何の仕事？時給いくらそれ？0円です。0円。これは0円でやるくせにこっちは来ないんですけど。あいつ何で生計立ててんの？確かに。一人で走ってバイク乗ってツーリングして。何で生み出してるんですか？なんだわあいつは。なんだ。なんか一応それで酒より絶対。ファンタグレープの方がうまいっていう話なんですけど、うん、ビールとファンタグレープ、はい、もうどっちが好きって言われたら絶対ファンタグレープじゃないですか。一応ね、うん、どっちが美味しいかとか、なんかでもそのあれによるかもしれないな、状況に。あーな、じゃあ居酒屋で極端な話じゃない居酒屋ゲジ引きじゃないですか居酒屋で、はい、ファンタグレープとビール出されたらお前どうするじゃん。あ、なるほど。キンキンのファンタグレープとキンキンのビール、そこには、うん、やっぱり周り友達とか、うん、みんなで来てるってことですか。もう目の前にはもう、うん、もう酒やっさ、酒なんて水やっさとか言ってるやつもいる。え、もういるんですか。もうちょなんで出来上がってるやついるんですか。俺めっちゃ遅れてきてる。ワイワイしてる、ワイワイしてる。ワイワイしてる。そんなワイワイしてる中でなんか
あの、いらっしゃいませ、じゃあメニューご注文取りますって店員が来て、じゃあ飲み物、飲み物がもうファンタグレープとビールしかない。どっちなさいますか。潰れますよそこ。まあそこは、うん、まあ、ビールってビールじゃないですか。ああやっぱビールだよな、はい、ビールだじゃん。それはもう酔ってるじゃないですか。それはビールだ。2つの意味じゃあビールだな。お酒飲めないっていう人が多いですね。いや今淡麗を飲んでおります。マルキオビル復活連が楽しいですかっていう。割と楽しいよな。楽しいですよ。楽しいよな。お酒は美味しいよなやっぱな。ほどほどにね。でもね、中本さんはカッパ進行中ですよねって。はあ、鉄砲ははげてますからね中本はね。じゃあちょっといった曲いきますか。はい、はい、DJ YOK 曲の方じゃお願いします。はい、二次優でもいいし何でもいいよ。二次優でもなんか盛り上がる曲がいいな。あ、OK、です夏だからな。じゃあちょっと夏っぽい曲を。夏っぽい曲なんだろう。はいはい、それではじゃあ曲振りお願いします。20で Make You Happy。 あ、来た。はい、ということでお聴きいただいた曲は20で Make You Happy でした。やっと20ですね。はい、ありがとうございます。リクエストありました。少女時代の新曲もね、じゃあ来週流しましょう。そう、少女時代まだ新曲出してるんですね。少女時代まだ新曲出してるんですね、だって。はい、さあということで、千葉県から聞いてる方がお二人ありがとうございます。で、領事のおかげでバスケ楽しめました。あー、いとこですね。お、はい、ありがとうございます。めっちゃで嬉しいな、なんかな、こうやって俺らのおかげでなんかバスケ楽しめたっていうのはな。俺ら花フラワーがいなかったらだってバスケ楽しめなかったわけだからな。そうですね、当たってなかったってことですからね。優勝だな花フラワー。優勝だこれは。ありがとうございます。はい、さあということで、じゃあちょっとコーナー行きますか。時間も短いですけど。あ、本当だ。行く？どうする？大喜利行きましょうか。大喜利行くか。もうね、岩倉がね眠そう。いや、本当に目、うん、お腹空いてます。お腹空いてるだ、はい、お腹空いてるんだ。お腹空いてますね。そうなんだ。なんか目赤いよな。目赤いっす、ね、今日な。あ、そうなんです。そう、だって曲聴いてる時もな、ずっとぼーっとしてたもんな。あ、そうです、もう下に携帯そんなことない見てて。そんなことない、そんなにずっとで、台風強いらしいなって話しかけても、うん、全然ピクリと聞かなかったよな。聞かなかったです。で、俺が答えたさ、だから本当にお金ないんですよ。まただ余裕がなくて。まただよ、やめてよもう。このね、岩倉のお金がない事件ね。いやもう盗まれたみたいになってます。岩倉お金ない事件だ。もうなんか嫌ですね、自分も買ってないお店でお湯もらうのとか。あんま良くないかもしれないし。何の話、何の話な。カップラーメン持参してお湯もらってこそこそ何回も。中学生、もう中学生と同じようなことしてるんですよ、もう。そうなんだ。もう嫌です、あれで注意されるのも。戻ってるんだね。はい、なんかもう疲れてきました。大丈夫か。やめてよ、なんか変な方向に行くのとかは。じゃあ大喜利していいですか。大喜利で、じゃあチャージしていいですか。チャージする。お笑いが足りてないな、じゃあな。はい、そうな。じゃあ大喜利行こう。行きましょうか。そう、岩倉ね、お金がなくなったらね、仕事で支障出るぐらいへこむのよ。ラジオとかさ。いや、支障出したらダメですよね、本当に。ダメよ、これがお金出ないからな。やめて。よし、じゃあ行きましょうか。いや、お前今日失礼な発言3回4回してる。3、4回している。いや、マジで当日金もらえるのあったら教えてくださいね。じゃあ大喜利行きます。お金が、このラジオでお金もらえるのは斎藤だけです。斎藤のみですからね。はい、よろしくお願いします。来月ピーチで飛びます。ワウケ果たし上来るね。あ、沖縄来るってことですかね。マジですか。あ、ぜひぜひぜひ。はい、よろしくお願いします。晴れてたらいいですね。マリエさんですよね。マリエさん。マリエさん。あ、ところてんすけ、そろそろ俺の出番ですねって。何が？大喜利かな。大喜利かな。それとも岩倉のお金がない話のことかな。
そう、本当にトイチでいいですよ。トイ…ところてんすけにトイチで本当に交渉をね、持ちかけております。キャッシュカード本当渡します。キャッシュカードを渡すみたいなのでね、差し押さえされてたらすいません。はい、もうそれ、その場合はもう現玉で現玉でね、なんかどうにかしてくれれば。はい、はい、さあさあさあ、ということで、じゃあちょっとね、大喜利やりますか。はい、はい、もう時間ももう10分15分ないぐらいですから、よかったです。パパパパパッと、はい、ところてんすけと比嘉隆太、はい、リンクリンの比嘉隆太も見てますからね。はい、じゃあちょっと参加してもらえれば融資上がるかもしれないです。融資面白ければあれやろ、こう借りれるっていう話でしょ。意気込みで、はい、分かりました。面白、あの大喜利の答えが面白ければ、はい、所天助はあの岩倉にお金を貸します。ありがとうございます。はい、そうそうそう、面白くなかったらお前が貸すことになるないお金かき集めましょう。かき集めてな、はい、じゃあ今日多分チャンスだと思うんですよ。俺やりやすいお題まとめてきたんですよ今日。おいいね、そういうことするタイプじゃなかったのにな。ありがとう、はい、成長してるな。え、じゃあガチで担保として N ボックスまではあるんで担保で N ボックスを、はい、ああいいですね。5年落ちだけど20万では地元で売れると思います。もう息が、もう意気込みがね、はい、もう違うな、やっぱな。しかも補足つけますと、うん、それ岩倉の N ボックスじゃなくて親のです。親のやめてよお前。大丈夫です、やめてよ。名義変更できますんで余裕でできるな、はい。そしたらもうすぐお前のだもんな。陸運局行きますよ俺。行こう行こう行こう。オーシャン応援団しようよ。行きますよ。早く行きましょう。やろう。早く行きましょう。じゃあお題です。右腕だけが非常に太い鈴木くんの特技は、うん、右腕だけが非常に太い鈴木くんの特技は、はい、です。はい。はい、お早いですね。早いな。やっぱもうお金かかってるから。行きましょう。それではお題お願いします。はい、右腕だけが異常に太い鈴木くんの特技は、左腕狩り。あーいいね左腕狩りいいね。久々にポッポさんいなくて大喜利やって、うん、なんか初心に戻った感じします、ね、なんか初心に戻ったら右腕だけが異常に太い、はい、鈴木くんの特技とは、はい、特技とは、はい、今のお題がこれでございます。はい、はい、皆さん答えれそうでしたら、もうね、大喜利始まった途端芸人2人が抜けるっていうねとんでもねえなじゃあもう融資できないじゃないですか。終わりです、交渉決裂お前は担保で N ボックス渡しただけえ、もう終わりです、逃げられました。 N ボックス狩りじゃないですか。 N ボックス狩り、おおいいねさあ、ピーチキャッスル前翔さんが入ってきました。はい、はい、インスタライブの方でピーチキャッスル前翔さん、はい、今大喜利やってまして、お題が右腕だけが異常に太い鈴木くん、そう、右腕だけが異常に太い鈴木くんの特技とは、はい、はい、右腕だけが異常に太い鈴木くんの特技とは、はい、マリエさん行きましょう。はい、チャーシューを作る時の紐巻き、いいですね。欠かせないですからね。欠かせない、やっぱチャーシューを作るときはね、前腕が必要ですから、ね、うん、前腕が必要って言ってます。はい、ちょっと俺も考えよう。右腕だけが異常に太い鈴木くんの特技とは、右腕だけが非常に太い鈴木くんの特技とは、右腕だけが非常に太い、異常に太いからな。そうです、右腕だけが非常に太い鈴木くんの特技とは、これ右腕にやっぱね、囚われがちだから。そうですね、意外と、そうそうそう、意外とね、はい、そこじゃないんだよな多分なあ、いいですか。はい、はい、いいですよ。それではいきましょう。右腕だけが非常に太い鈴木くんの特技とは、知恵の輪いいいいな、知恵の輪はいいなどうせ両手でやるって、あーあ、あ、そういうことか、そういうことか、そういうこと、右腕太いのに、太いのに結局両手で、なるほどね、あ、そういうことね。俺もじゃあいいですか。ダメですじゃあ一応一回はね、一回は言いたいです。ダメです。ああ、なるほど、一巡はしたいと。いや、じゃあ、じゃあ、ダメですって一応、そういうふりで言われたらやっぱダメですって言いたくなるでしょ。そうですよね、そうですよね、そういうこと、行きましょう。じゃあそれでは行きましょう。右腕だけが異常に太い鈴木くんの特技とは、
ルービックキューブ。あー、ワオケ、ワオケだ。ワオケ状態。じゃあ左腕を結局使うっていう。ワオケ現象を追って。最低ですね。最低ですねっていうのは。最低です、ね、お前がよくやるんだよこれ。思いっきりパクるんだよ。思いっきりパクってはないですよ。道が一緒だっただけ。はい、じゃあ俺も行きます。はい。はい。あ、ちょっと待ってください。携帯が消えちゃった。はいはいはい。はい、右腕だけが異常に太い鈴木くんの特技とは？走り幅跳び。右腕じゃなくて意外と、もう脚力で、脚力でね、勝負。見た目にとらわれる。そうそうそう、もう全然全然もう腕使いません、脚力です。右腕があるからこそ飛べるかもしれないです。そう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 。フリーがある。だからみんな筋肉が必要だからね、アスリートは脚力です。難しいって前翔さんが。マリエさんがジェンガでドミノっつってますね。いいな。あ、前翔さん来ました。はい、はい、それでは行きましょう。右腕だけが異常に太い鈴木くんの特技とは？わたあめ作り。かわいいですね。右腕だけで。そう、自信のない感じの、文章できましたね、わたあめ作りって。じゃあお題変えるか。お題変えますか。うん、いける？帰る？はい、帰るか。お題、はい、やばい、お金がなさすぎてボーっとしてる岩倉が。お題変えよう。考えてました、考えてました。 お題を変えます。はいはい。マニアックすぎて売れない写真集のタイトルは？うわー、また難しそうだな。難しいですか？マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは、はい、マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは、写真集、写真集なんだよね。だから写真集なんで、ちょっと人にとらわれない。別に何でもいいんだもんな。何でもいい、写真集なん、うん、マニアックすぎて、売れない写真集のタイトルとは、はい、です、はい、マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは、うわ、なんか出てきそう。はい、はい、行きましょう。マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは？電球なんて火じゃないぜ、磨けばもっと光る鉄集。あー、長いな。長いな。ちょっと長かったな、ね、なんかな。何が火がないぜって、なんて言ってんの。違う。行こう、行こう、はい、はい、マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは？世界の国旗100選。あ、あるだろ。これは、これはあるよな。見たくなります。な、普通に見るよな、これな。違う、147あるのに100選しかないです。いや、まだ小学校の頃とかになんかな。あの、あれギネスの隣とかにあるんじゃん、ギネスブックとかの隣。国旗だけ、なんか国旗だけの本あります。あります。はいはい、はい、あ、行こう。マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは？いろんな形のもみあげ。わあ、いい、もみあげはいいよ。もみあげ好き俺。みんなが好きなとんがりもあるよ。おお。帯に書かれてんのかな。多分な、帯にな。出汁みたいなやつに。そう。さあ、それでは行きましょう。マリエさん。はい、マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは？昆虫食から始まるゲテモノ料理のすべて。いや、ありそうだな。ありそうだな。これはあるね。国旗の隣に置いてますね。これないよ、国旗の隣にはないよ。じゃあ分野が違うから。ひとみさんも来てますね。これなんだろう。マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは、はい、スワマ。スワマってなんだろう。スワマなんだろう。スワマってなんだろう。前翔さんも来てます、はい、マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは、ザ・電柱。これはいいですね。なんかね、でも見たくなるな、なんか電柱ってな。あ、でも分かります。なんか見たくなるよな。なんか絡まってるのとか見たいですよね、電柱の。絡まってるの。なんかいっぱい線が、あー、いっぱいね、こう通っててな。確かにな。スワマは和菓子ですねって。あー、なるほどね。カズさん。売れない写真集のタイトルとは、水たまり。あ、いいですね。水たまりな。すわま甘いお餅。あ、いいですね。本当に皆さんね。
マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは、音楽室の壁の穴今も状況を見ていました防音のそうな、漢字テストでなんか漢字探すみたいな感じだよな今なマニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは。でもなんかこれなんかみんなポン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 出てる感じするな。そうですね、こっちより出てるんじゃん。こっちより出てますね、みんなの方が。マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは。あ、いいですか。あ、いいですよ。マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは、大人のかかと大人のかかと、いいですよ。大人のかかと、はい、カサカサしてるものからね。そうです、めっちゃ手入れされてる、手入れされてツヤっとしてるものもありますからね。かかとかかとでね、その人のねこの苦労とかいろいろそういうのが分かってるんですからね。へそ裏ね。そうですよね、決めなくていいんですよ別に。それ大人の、それが大人のかかとね。いいですよねさあひとみさんいきましょう。マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは、いろんなリモコン。いいですよね。違う違う、読み方釣られてますって。メーカーとかね、そういうのでいろいろね変わってきますからね。あ、そんなところに電源ボタンがあるんだみたいな、そういうのもあるさあそれでは前哨戦いきましょう、はい、マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは、おばあの脇百選誰が見るば、おばあの脇しかも絶対沖縄のおばあしか。そうだな、これはでもマニアックよねマニアックですよ。ちょっとこう恥ずかしがってこうね抑えてるおばあとかいるのかな多分な。なんかちゃんと、あんたよとか言いながらなちゃんと見えない脇とかあるんですか。なんかそういうチラッとねこう指の間からこう見えてる脇とかなあるかもしれない、ね、あんたよっつって。でも実際やったらちょっと見てしまいますよね多分。見るだろうななんか気にはなるようなおばあの脇ってなるよ。3ページめくっても一緒だったらもう見ないでしょおばあの脇。なんかこうカシャカシャカシャってさこうおばあの恥ずかしがってる顔とかもさこうってなってんだって。ちょっと後ろにおばあなめのおじいがいるみたいな、こテレビみたいな、何何みたいな、ぼかしたあれです。そうそうそう、おじいがぼやけてあ、いいね、おばあの脇百景か、これはいいですね。おばあの脇百景、百景はいいですよ。おばあの脇百景マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは、なんかこの辺にありそうだよな確かにありますよね。なんかな、ありそうだよな。この辺で探してるじゃん。この辺にありそうなんだよなマニアックだからな、マニアックなところをついていかないといけないですからね。やばいよ、ね、全然出ないじゃんな。どうなんですかね本当に。いやどうなんですかね本当にじゃあお題変えるか。お題変えますか。最後行きましょう。最後お題変えましょう。最後お題変えてポンポンポンって言って終わろう。本気出します。はい、節約戦隊ドケチレンジャー、今週のタイトルは、あー節約戦隊ドケチレンジャーの今週のタイトルとは、はい、節約戦隊ドケチレンジャーの今週のタイトルとは、さあ一体何なんでしょうか。さっきのやつですね、はい、マニアックすぎて売れない写真集のタイトルと、はい、赤嶺豊さんのワイパー遍歴。何ですかそれはそれは何ですかマリエさん、どういうことですか。誰ですか。 めちゃくちゃ沖縄を絞り出したんでしょいいですね、いいですね、でもいいですね。ドケチ戦隊、節約戦隊ドケチレンジャーの今週のタイトルとは、節約戦隊ドケチレンジャーの今週のタイトルとは、さあいかがなものでしょうか。ドケチレ戦隊節約、あ、ん、ドケチ戦隊節約レンジャー、節約戦隊ドケチレンジャーの今週のタイトルとはですあ、いいですか。はい、はい、節約戦隊ドケチレンジャーの今週のタイトルとは、トイレットペーパーは2巻まで。うわー、デレンデン、いやー、いいっすね、いいね。はいはいはい、はい、
節約戦隊ドケチレンジャー今週のタイトルとは、お茶パック2週目デデンデン1回目、2回目ああいいねドケチ戦隊。おじゃる丸にそういうキャラいましたよね。あなんかな薄い、あ、薄い幸男、薄い幸男ね。お茶パック使い回し、あ、やばい、もう時間がないです。あと1分ぐらいしかない、もう1分もない。さあマリエさんも行きましょう、はい、お湯はコンビニでお湯はクラです、岩倉ですねこれはね。さあ行きましょう、ドケチ戦隊、節約戦隊ドケチレンジャーの今週のタイトルとは、女も丸刈りどういうこと。マイシャさん行きましょう、はい、拾ったビニール袋を水着にやりすぎです、やりすぎですねそれはね。さあということで、女性も丸刈りにとはについてはね、また来週ちょっと触れていきましょう。それではお時間はここまででございます。皆さんありがとうございました。それでは来週もお聞きください。いきますよ、せーの、さよなら。